夜間停泊は、鉄道車両の運用の途上で、その日の運用を終えてから、翌日の運用までの夜間、所属の車両基地以外の場所に停泊させることである。夜間停泊とも言われる。駅に留置する際は、京成電鉄や北総鉄道などでは、駅流、阪急電鉄などでは分散留置と称することもある。基本的に、最終、始発列車の発着駅で行われ、 校内の広い駅では留置線などの側線を使うこともある。また、車両基地所在駅では基地で対白することが多い。校内の狭い駅や無人駅など設備が整っていない駅が最終、始発の場合は車両基地、留置線、乗務員宿泊所のある駅まで改装して留置されることがある。夜間対白の開始は深夜であることが多いが、 運用によっては午前中でその日の運用が終わり、そのまま退泊することもある。また、平日と土曜、休日ダイヤで退泊する時間が異なる場合もある。都市部の鉄道では、午前の運用を終えて、夕方まで休むことが多く、これは留置や使いとなる。第三セクター鉄道は、車両基地のある駅を中心として、ダイヤを組むことが多く、夜間退泊も、 車両基地のある駅で行うことが多い。他車線と直通運転を行っている鉄道事業者の場合、自社の駅や車両基地へ戻ってきて当日の運用を終了することが多いが乗り入れ相手先の駅や車両基地で当日の運用を終了しそのまま夜間大白を行う場合もある。これを外泊運用という。抹消駅で夜間対泊後、早朝に かわ温泉まで改装される、キハ54型機動車。改装列車であるため、営業列車と停車位置が異なる。北海道旅客鉄道では、始発、最終列車の発着駅での大泊は行わず、車両基地、または夜間大泊が可能な友人駅まで車両を改装している路線が多い。これは、冬季の凍結などによる車両故障を防ぐための措置である。 スタッフ閉塞で運行している路線の場合、北条鉄道、がらき高原鉄道など、スタッフの取扱駅で対泊する路線が多い。ただし、旧栗原田園鉄道の細層、マインパーク前駅などのように、運転士がスタッフを保管しスタッフの取扱いがない駅で対泊する例外もある。福井鉄道の新名駅では、2006年3月31日まで、 毎日同じ車両が大白する運用があった。路面電車の場合は、車両基地に戻る運用が多いが、福井鉄道の田原町駅や都差で、ん、交通の五面町や蛍橋のように、車庫以外で夜間退泊する場合もある。ありがとうございます。